どれもいいです、素敵ですわ。私も山行ってるんで、山で写真なんか撮ってくるから、景色とかそんなのなおさらいいですね。普段例えば見過ごしてしまっている何気ない身の回りの風景ですね、こういったものにも改めて着眼して見てもらえればいいのかなと思いますね。すごくね良かったんですが、特にねこの色を取るっていうの、これ初めてなの、こんなのを見たのはね、ちょっとすっごくいいので、私今度のテーマ色を取るにぜひしたいと思ってます。共通のテーマとして色を取るということでやってもらっています。ですから個人の作品よりそっちの方が多分皆さん難しかったはずですね。